ジャニーズの新 CM、平野仕様から道江春ゆへ、新エース争いが熱くなる一方、ジャニーズ界の未来に注目が集まります。ジャニーズ界における新たな展開がファンたちの間で話題となっています。 なにわ男子のメンバーである道江春優が P&G ジャパンのエアケアブランドパブリンズの新 CM に出演することが2023年8月25日に発表されました。しかし、この発表によって平野仕様のファンからは複雑な声が上がっています。この CM では道江春優がハウスキーパー道江くん として登場し、北斗翔と佐々木健介夫妻が演じる家のハウスキーパーを担当します。おなじみのセリフだけじゃないんです。おさわやかに言い放って商品をアピールしています。この CM は実は昨年7月から平野紫耀が担当していたもので、ジャニーズ退場後も続投していたことから、ファンとしては平野のキャラクターが起用されていると考えられていました。 一方で、契約期間が終了したためか、あっさりと道江春優に CM の座を譲ることになりました。P&G の公式 YouTube チャンネルでは平野仕様の動画が非公開になったことも、彼のファンにとっては驚きでしょう。この CM の変遷が、平野仕様のファンにとっては感情的に複雑なものである一方、 ジャニーズグループ内では新たなエース候補たちが浮上しています。キング、リンチェプリンス、脱退した平野の仕様はジャニーズ界を代表する存在として長らく活躍してきましたが、道チエシもまたこれからのジャニーズを引っ張る存在として事務所からもウプッシュされていると言われています。 その他にも、ジャニーズ創業者の小ジャニー北川氏による性加害問題が浮上し、現社長の藤島ジュリー恵子氏が退任する見込みとなったことから、ジャニーズ事務所は新たな展開に向けて準備を進めていると言われています。ジャニーズ時代の終焉が叫ばれているため、事務所的には早く平野の後継者を確立したいとの思いが強いようです。 平野耀がジャニーズ時代に担当していたもう一つの CM、構成のヘアケアブランド、ジュレームリラックスは、スノーマンのメンバーであるメグロハスに引き継がれています。このことから、ジャニーズ事務所がこれから推していくのは、主に平野潮とメグロハスの二人であると言えるでしょう。平野が抜けた際の混乱を避けるため、 両者に仕事を集中させる方針が取られたと見られています。ジャニーズ界は連日のようにニュースが飛び交い、平野紫耀のファンたちも気持ちの整理がつかない状態にあることでしょう。一方で、道江俊優とメグロハスは新たな時代を切り開いていく存在として期待されています。 平野仕様の CM が何わ男子の道江春友に引き継がれ、ジャニーズグループ内で新たなエース候補が浮上している状況が話題となっています。ファンたちは平野仕様と道江春友の CM の変遷に複雑な思いを抱きつつも、ジャニーズ事務所が新たな展開に向けて動いていることを感じています。 これからのジャニーズ界において、道江俊優とメグロハスが注目の存在として活躍することは間違いないでしょう。ファンたちは新たな時代の到来に期待と不安を抱えています。